ルベン・マルティネス・ルベイン・イヴァン・マルティネス・アンドラーでは、スペイン・ガリシア州、コリスタンコ出身のサッカー選手、エクラ・ルナカ所属。ポジションはゴールキーパー。13歳で、FC ・バルセロナのカンテラに入団し、ユースチームの政治意見を守り続けた。セルフィオ・ガルシア、アンドレス・イニエスタなどと共に2003年の FIFA、ワールドユース選手権で準優勝を果たすものの、 本大会での出場機会には恵まれなかった。2004から05シーズンに、リュシュティュ・レチベルがフェネル・バフチェに、レンタル放出されたことにより、トップチームに昇格し、ビクトル・バルデス、アルベルト・ジョル・ケラに次ぐ、第 3GK として、ベンチ入りしたが、出場機会をほとんど得られず2007から08シーズンには、ラシン・フェロルに、レンタル移籍。2008年に、 グ軍ダディビジオン B の FC カルタヘナに完全移籍し、生 GK として、グ軍ダディビジオン昇格を果たした。翌年も昇格1年目ながら昇格権手前の5位と、躍進した。2010年8月31日に移籍金135万ユーロで、マラガ c F に移籍。移籍後は、古産のフランセスク・アルナウトを抑えて、生 GK を獲得したが、 故障とセルフィオアセンホ並びに、ウィリフレード・カバジェロの加入でポジションを失った。背番号一1をもらった2011から12シーズンも、出番には恵まれず、イドリス・カルロス・カメニの加入によって、第 3GK に転落した。2012年7月18日にラーヨバ・ジェカーノへの、レンタル移籍が決定。契約上出場不可能だった、マラガセンを除いてはほぼ全ての試合に出場。 8位に躍進し、シーズン終了後の2013年7月23日に完全移籍。2015年6月4日、レバンテ・ユーへ完全移籍。2018年7月5日、CA をさすなにフリーで移籍した。契約期間は1年間で350万ユーロでの契約解除条項がつく。2021年7月9日、エクラルナカに移籍した。 ありがとうございます。